秋場所3日目の国技館です。ちょうど今土俵上の豊山と栃ノ心、この2人の仕切りが制限時間いっぱいを迎えました。2敗とあります。両者まだ今場所白星がありません。勝った方が今場所の初白星です。突き押しの豊山と四つ相撲の栃ノ心、過去3回の対戦はいずれも栃ノ心が勝っています。行司は木村庄太郎です。立ち上げから栃ノ心突っ張ってまわしを与えたくない豊山、今日は叩いて突っ張って突き切りました栃ノ心。栃ノ心の勝ち。今場所も栃ノ心が勝ちました。栃ノ心勝って今場所の初白星、豊山は3連敗となりました。今日正面の解説は関脇多賀竜の鏡山親方です。鏡山さん、はい、今日の栃ノ心はですね、回しというよりもむしろ突き放しました。そうですね、こだわりませんでしたね、刺身にも回しにもですね、なかなか気迫あふれる相撲で良かったと思いますけど、この2日間なかなか本来の相撲が取れていませんでした。このかち上げからまわしを探るかと見ていたんですが、豊山の方はうまくこうですね、距離を取っていたんですけれども、はい、今日はまわしにこだわってないですね、栃ノ心は。そうですね、これひょっとしたらこうもう今日決めていた可能性もありますかね、はい、豊山からすると、いつ回しを取りに来るのかというところがあったかもしれません。そうですね、やっぱりこうつけもあるし、はい、っていうのはあるんですけども、全然差しに来ませんでしたね。上手も欲しくないしね、はい、まあ、新しいこう栃ノ心みたいな感じでいいんじゃないですかね。もう一つ幅ができて、大関経験者の栃ノ心ですが、怪我で今番付を下げています。この3日目に初白星が出ました。そうですね、押し相撲はよく、押し相撲に弱いと言われたりもします。まあ、こういう相撲を取っていればそんなに膝にも負担もかからないでしょうしね。なるほど。豊山が初日から3連敗、時津風一門の、まあ、力士としてちょっと心配ですけどもね。まあ、まだ頑張ってもらって、あと12日間ありますからね。まだまだ先は長いんで。そうですね、先場所5勝10敗と負け越して、今場所は東の4枚目の豊山です。栃ノ心は今場所の初白星、何かほっとした雰囲気も伝わってきます。